F1 復帰の理由はレレギュレーションの変更2026年からの F1 への復帰を表明したホンダ同社がエンジンサプライヤーとして活動を終了したのは2021年で4年のブランクを経て最高峰フォーミュラの舞台に戻ることになる果たしてホンダの F1 復帰にはどのような意味が込められているのかまた モータースポーツの世界にも電動化の波が押し寄せる中、そこに投入される技術は市販車に生かされるのか、ホンダの未来予想図を探ってみたい。ホンダの発表によれば、復帰の決め手は F1 が2026年にレギュレーション変更を行い、100%カーボンニュートラル燃料を使用することや、 電動化比率を引き上げるなどの新ルールが設けられるため、具体的に2026年に F1 主催団体の FIA は、最高出力の50%をエンジン、残り50%は電動モーターが賄う、というレギュレーション変更を予定している。一方ホンダは2040年までに電気自動車、EV、 燃料電池自動車、製の販売比率をグローバルで100%にすると掲げており、両社の進む方向性には共通項が多い。次期 NSX が EV で復活するのはもはや規定路線。となるとがぜん気になるのが F1 マシンから市販車への技術のフィードバックだ。特に昨年ホンダは、 バッテリー電気自動車 BEV のフラッグシップスポーツを2030年までに市場投入すると発表しており、終売となった NSX の時期型が BEV として登場するのは既定路線と言える。ということで、ホンダの F1 復帰とそのテクノロジーが市販車にどう反映されるかは、 ホンンダファンならずとも注目必至のポイントだ。まず言えるのは、磁気 NSX に搭載される高出力モーターや、レースレベルでの電力の蓄電出力を実現するバッテリーには、F1 由来の技術が活かされる可能性が高いということ。なぜなら、ホンダは F1 復帰の発表の中で、F1 から得られる技術やノウハウは、 電動フラッグシップスポーツの競争力に直結する可能性を秘めると自身で述べているからだ。全個体電池の実用化も鍵になりそう。ホンダがこれまでに投入した NSX のスペックを見ると、従来型で最高出力 610PS、最大トルク 667NM を達成している。 次世代型あるいは新世代フラッグシップスポーツに投入するとなると従来を上回る出力と運動性能の向上に寄与するコンパクトなバッテリーが必要となるだろうまた F13005 ノウハウが蓄積された段階で市販化されるという段取りを考えると次期 NSX のデビューは2020年代終盤になるとみられる となると、その頃にはバッテリー技術が進化している可能性が考えられ、画期的な全個体電池が実用化されているかもしれない。次期 NSX のキャラクターはこれまでと同様に、コーナリング性能の高さを重要視した車になると考えられる。この点に関してはすでにホンダの、プレミアムブランド、 アキュラの米国部門幹部も明らかにしており、テスラやルーシッドといった EV メーカーのハイパワーモデルとは、一線を画す存在になりそうだ。EV 最速をかけたニュルアタックも規定路線点々。また、NSX というからには、にはニュルブルクリンクにおける EV 最速の称号は欲しいところ。この点、現在の最速ラップは、 つい先日テスラ、モデル S プラットがマークした7分25秒台だが、このままでは NSX の開発関係者やファンは到底納得しないだろう。そこで軽量化を徹底したニュルアタック用のサーキット試行グレードも、用意される可能性が濃厚で、場合によっては伝説のタイプ R 復活の可能性も否定できない。 というわけで、発売はまだ5年以上先と見込まれる次期 NSX。今後、開発が進むにつれ、ホンダからも新たな情報が明かされる可能性が高く、引き続きホンダの動向には注目が必至だ。